ね、すのどうも、ダマです。え今日はね、ちょっと説教していこうかなと思いますね。普通に。何これ。シャローアサシン。これやばいかな。え今日の説教の題材なんですけどね。とんでもないことになってる。今。まあ、さすがにこれちょっと動画にしようかどうかちょっと今悩んだんだけど。うん。え今回ね、 えー、まあ、私、えー、高橋行進から、なんと高橋やもんに改名したと。えー、そのことについてですね、まあ、多大なる、数多くの方から、メッセージをいただきまして、はいで、なんとですね、チャンネル登録が、50人、50人、その日に解除されたわけ。50人チャンネル登録が解除されたわけ。 えー、そのことについて自分徹底的に説教を今からやっていこうかなと思うんですけど、正直腹が立ってんです。めちゃくちゃ。はい。この件に関しては、私ね、実はここだけの話、徳永秀明さんの大ファンなんですよ。えー、本当に壊れかけのレディオ。そうっすよね。で、やっぱりね、自分らみたいなね、ね、うん、徳永ファン、うんまあ、秀明キッズにとって、あの、生のね、 その、今の、うん。今の、ひでちゃんを知りたい、知りたいち。わかる、言ってること。リアルタイムの今の今日のひでやきはどうなんだっていうところが、俺らやっぱり、ファンはそれ知りたいんだよね、うん。で、これちょっとね、まあちょっと名指しで言ったらちょっと失礼なんで、あれなんだけど、えー、俺のひでちゃんに対してね、なんと文句を言ったやからがいたわけ えー、なんとかマップのね、うん、まあ中井さん。そう。えー、要するに、俺たちのヒデちゃんが、やっぱ俺は、その、なんていうのかな。もう、あれ、何年前かな。もう、33年前から自分はもう、徳永英明さんのおね、もう追っかけやってるわけよ、ここだけの話。あんまりこれ、してないと思うんだけど、この話、まだ多分したことないんじゃないかな。君たちに。えー この話まだ聞いたことないでしょ初めて聞いてるでしょこの話。徳永秀明さんの話。わかるだから、俺は、ね、日々変化する、ね、そのひでちゃんが日々日々一日、毎日毎日壊りかけのレディオから、ね、やっぱり風のエオリア、そう、そっから、日々変化するひでちゃんを楽しみたいわけ。だから、ね、そんな、 凝り固まったね、歌なんてね、こんなもんね、CD なり、動画なり、DVD なりで見れるわけよ。わかるね。凝り固まった定型文のひでちゃんなんていつでも見えるわけ。ね。聞いてるこの話を。だから、ね、ことの発端は、ね、徳永英明さんが、毎回、やっぱりね、そのライブになってきた時に、やっぱり、 曲をアレンジしていくんだよね。うん。要するに、毎回やっぱり、ライブ、ライブを重ねる、流れの中で、ね、壊れかけのレディオが、くーれる、けの、レディオ、みたいな形で、変化していくわけよ。俺はその変化を楽しみにしてるわけよ。でね、で、俺のひでちゃんが、とあるね、そのテレビ番組で、 いつものように、今日の秀明を、やっぱり今日の俺を伝えたいわけよ。日々生もんですからね、人間は。わかる生きてるわけよ。ね。生きる伝説って書いてあるわけ。レジェンドって書いてるわけ。で、このレジェンドも日々変化するわけよ。日に日に。いつもいつまでもずーっと一緒だったら、そんな変わり映えない人間だったら、生きてる意味ねえんじゃないかって思ってるわけ俺は。わかる 生もんだから、やっぱり。バナナでもそうでしょバナナが芽が出て、青くなって、黄色くなって、青い時から完熟、それで最後腐っていく、腐りかけも美味しい。わかるそれ話してるわけ、俺は。ほいで、徳永秀明さんがね、壊れかけのレディは俺がもう楽しみにしてあげよう。うん、今日のアレンジはどうなのかなと。そしたら、スマップの中井さんがね、もうファンは、そんなんじゃないよ、秀デちゃんって。 ね。ファンは、ね。友永秀明さんに、その CD とか DVD とか、今までそれを通り歌ってほしいのを求めてるんだと。だからそこでアレンジ入れたら違う曲調うん、ちょっと、発音とかアレンジング入れたら、それ求めてないからっていうことで、中井さんがそうアドバイスで、ほいで、俺たちの秀ちゃんはそれに従って、あ、わかりましたね。ファンの気持ちはそうなんですね。つって、アレンジやめちゃったわけよ。 俺、その時にもう、ブチ切れだよね。本当に。とんでもない話。俺らは、生のひでちゃんを求めてるわけよ。日々変化していくその様を、ファンっていうのはね、本物のファンは。あ、はあ。だから、変わそのね、ヒちゃんがその歌い方を変えたこ、壊れかけのレディオが食われ、壊れかけのレディオみたいな形で、 変えてくるのを俺は楽しみにしとったのよ。わかるというね、だから人間っていうのは、その変化すると嫌いになるっていう人がある一定数いるわけね。7割って言われてる、それが。ああ、一応大学の授業もやってるんだから、ね。7割の人は、そういう風に、この高橋漁師がね、野に変化したことに怒りを感じとるわけよ。怒りを感じてチャンネル登録解除という強制的な手段出てきたわけ。ね。 とんでもないことですよ、これ。もうね、やっぱりね、あの、やっぱり本物の、うん、俺らみたいな、その、まあ、徳永秀明さんも、例え話出しましたけど、やっぱ本物は、やっぱその変化していく様を、全部追いかけてこそ、やっぱり、ガチなファンなんだよね。だからその辺の上っ面の偽物ファンはいらねえやって。ああチャンネル登録解除した30、50人か。 どうしようもねえやって話や。はい。っていうね、お話の動画でした。それでは皆さんまたお会いしましょう。